どうも、阪神タイガー総援チャンネルのンタのです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月19日、阪神 VS 巨人の開幕戦についてやっていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました。いやー負けたよー。 でもね、その野球というね、えー、ゲームを見てみるならば、えー、ものすごく面白い試合だったというところはありますね。まあ、いかんせん僕がね阪神ファンというところあって負けてしまったというのは非常に残念なんですけど、えー、やっぱりね、そのずっと野球がない生活が続いたじゃないですか。その中で野球をやってくれて、で、えー、やってみたらこういう面白いゲームになったっていうのはすごく良かったですけど、まあなん ととともも言言ええへんなな阪神ファンとしては何とも言えない気持ちですまあまあとりあえずね、えー、やっていきましょうと、えー、スタメンオーダーから見ていきますと、えー、1番ライト糸井選手2番センター近本選手3番サード丸手選手4番ファーストボーア選手5番レフト福留選手6番セカンド糸原選手7番ショート木浪選手8番キャッチャー梅野選手9番ピッチャー西選手ですね、えー、相手チームのオーダーがこちらになっておりますと はい。というわけで、打撃陣から見ていきましょう。と、糸井選手ですね。4打数、ムアンダー、1三振ですね。えー、三振ショートゴロ、レフトフライショートゴロという感じですと。まあ、特別言うことがないんですよね。吉尾さんに関しては。ま、ああの、なんか新聞とかのインタビュー見てると、なんかフォークボールを引っ掛けて内野アンダーで出塁するんや、みたいなことを言ってましたけど、まあまあそんなことはなかったんですけどね。ま、ああの、ね、打撃陣について語っていく前に一言言わせてもらうとするならば、やっぱり菅野選手めちゃめちゃすごかったな、というと はい、続いて、近本選手ですと、4打数無安打ですね。セカンドフライ、ファーストゴロ、ショートゴロ、ライトフライという感じですと。まあ、近本選手に関しても特別言うことがないというね。まあ、打撃陣ね。まあまあまあ、どっちもどっちなんですけどね。えー、次回、まあ明日頑張っていただきましょう。はい、続いて、マルテ選手ですと、4打数3安打ですと。えー、三振センターへのヒット、ピッチャーへの内野安打、レフトへのヒットという感じですと、今日は猛打賞素晴らしい。 いや、マ、ま、ルちゃんいいよ。守備もね、安定して見れるようになってきてますし、本当に、本当に頼りになるサードになってるんじゃないかなと僕的には思ってますね。まあ。 その、なんと言いますか、単打であるっていうところが、まあ、ちょっと残念だなっていうふうに思うぐらいで、でも、出塁はね、3回もしてくれてると。えー、もう、それ以上に言うことはないです。マ、ま、ルちゃん、本当にありがとうございますと。はい、続いて、ボーア選手ですと、4打数無安打1三振1閉殺ですね、えー。キャッチャーへのファールフライ三振サードフライサードへの閉殺だという感じですと、まあまあまあ、ね、その僕的には、そのボーア選手に対して求めてることっていうならば、えー、ホームラン以外にないんですよね。 だからその三振しようが併殺だ王かろうがっていうのはね、まあ、少なからずしょうがない部分ではあるんですけどもその僕が見てる限りですよ その別に打ち損じでそのアウトになるとかっていうのはしょうがないんですよ。誰だってある。絶対的にある。そんなんで、ね、ど真ん中のボールを100%捉えられるっていうのは、まあ難しいでしょう。まあどんなにすごいバッターでも、まあ5割、6割ぐらいじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、ただね、ボーア選手見てると、その振るべきボールじゃないボールを振ってる感じがする。まあそれこそ最後のデラロサ選手との対戦の時にね、まあ閉鎖だと食らってしまって、うわぁ。 っっってて感じになってしまったんですけどその1球目、えー、アウトコースにストレート変化球だったかなちょっと忘れてしまったんですけどでもそのボールをねそのボンワ選手って引っ張る方向が強い。 言うんんじゃないんですよ逆方向にも弾き返せるっていうことを考えたらその外のボールを、まあ、サード方向というか、まあ、ショートへの、ねまあ、三遊間を、ね、抜けていくような打球というか、まあ、打球が上がるならば逆方向へのホームランということも見てみたいなということも考えられるんでそういうボールも見てみたい。なんかねその引っ張ろう引っ張ろう力強く振ろうっていうところで引っ張ってしまうっていうのがちょっと怖さかな。 まあまあ、とりあえずね、えー、頑張っていただきたいと。はい、続いては福留選手ですね。4打数1安打、2三振1併殺ですね。三振レフトへのヒット、ショートへの併殺だ、えー。三振ですね。まあまあまあ、孝介さんもとりあえず1本出てくれたんでいいんじゃないかなとは思ってますと。まあね、開幕戦、9回最年長のこの人がね、まあ、ヒットをしっかり打ってくれるっていうのは素晴らしいことですよ。えー、明日、出んのかな出ると思うけどな。まあ、頑張っていただきましょう。 はい、続いては糸原選手ですと、3打数無安打1三振ですと、サードゴロ、セカンドゴロ三振という感じです。まあ、特別糸原選手に関しては言うことないかな。うん。ま、あ明日頑張ろう。 はい。続いて、木並選手ですね。3打数無安打2三振と、三振三振セカンドゴロという感じですと。まあ、三振2つ。まあ、とりあえずね、守備はなかなか良かった。まあ、丸ちゃんが取れへんかったボールを、え木並選手がさばいてっていう感じで、まあ、ファースト1個アウトにしたっていうところもありましたし、まあ、守備に関してはね、良かったと思う。全体的に見てもね、えー、エラーがゼロですし、まあ、厳密に言うと、まあ、最後の最後。まあ、パーラ選手のね、えー、こっちに来てから初安打をね、 ちょっとね貢献してしまったんですけど。 あれはエドワーズ選手取ってくれっていう感じなんですけど、まあまあまあ、それは置いといたとしても、でもね、あの、阪神という球団はですね、まあ阪神というチームはですね、昨シーズンものすごいエラーを記録してですね、まあ今シーズンどうなるんやって思った中で、えー、まあとりあえずゼロっていうのは良かったんじゃないかなと思っておりますと。あとね、木並選手に言うことは三振二つ。まあ別に三振でアウトになろうが、ゴロでアウトになろうが関係ないんですけど、全部一緒なんで。ただね、その菅野選手とのまあ相性がなかなか良く あったじゃないですよ昨シーズンまあ今日ね最初に言った通り菅野選手がめちゃめちゃ良かったんですよだからまあしょうがない部分は多少あるんですけど僕が見る限りですよ当てに行こうとしてるなんかそういう感じがして非常に。 悲しかったかな。まあそこだけですね。はい、続いては梅野選手ですね。3打数1安打1三振です。えー、ファーストゴロ、ライテイのツーベースヒット三振という感じですと。いやー、竜も頑張ってくれたよ。うん。まあ阪神のね、防御率の良さっていうところはね、まあやっぱり今日もね、失点はね、まあ3点食らいましたけど、でもたった3点で抑えられてるっていうのは非常に良かったことですよね。まあ竜もそこで頑張って、で、打撃でもね、まあ一安打打って、ツーベース打ってってね、本当に素晴らしかったですね。えー、明日も期待しておりますと。 明日出んのかな明日岩沢選手でしょ岩沢選手と練習試合でなかなかいいね、相性だったのが原口選手なんですよね。ワンチャン明日グッチになるんじゃないかなと思うんですけど、まあまあそれは置いときましょう。はい、続いては西選手ですね。2打数2安打2打点1本塁打ですね。レフトへのソロホームラン、センターへのタイムリーツーベースヒットですね。いや、びっくりしたわ。ほんまにマジびっくりしたわ。なんか、え、すごい打球、まあ切れるんかなーって思ったら、え、嘘、嘘、嘘 ああって感じでね。まあ、しかも、ポールに当たったんですよね、おそらく。ポールに当たったって言っても、ポールのね、結構高いところに当たってるんで、結構ちゃんと飛んでるんですよね。いや、すごない実 <laughs> 選手って、パリーグの選手やんな、元。まあ、去年もね、なかなか打ってくれてましたけど、パリーグの選手やんな。いや、すごすぎひん。まあ、もちろんね、その、初球を、まあ、とりあえず来たボールを思いっきり振ろうっていう感じで、 まあ当たったら、まあ早いボールだったら当たったら飛んでいくわけですからね。力っていうかしっかり振れば。だけどホームランってって2打席目はね、スライダーをちゃんと捉えてタイムリーツーベースですよ。びっくりするわ、マジで。うん。まあ、阪神のね、打撃強化が目的だったじゃないですか。まあいろんなことをしてきましたよ。外国人補強とか。えー、ね、キャンプでめちゃめちゃ鍛えたりだとか。まあね、打撃強化という点においてはちょっと成功なんじゃないかなと。うん。投手陣も えー、打撃強化をしっかりとするっていうことにおいては良かったんじゃないかと思っております。言っててなんかちょっと悲しくなるよな。まあまあいいや。はい、続いて上本選手ですね。1打数無安打です。ショートライナーですね。えー、特別言うことはございません。まあ、一つ言えるとしたら、まあ中川選手やったかな。うん、多分ですけど、だってなんかね、まあ中川選手との相性なのかわかんないんですけど、大山選手じゃないんやって一瞬思いましたね。まあ、ヨ川選手じゃないんやって思いましたね。 はいじゃあ続いて投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、岩崎投手、エドワーズ投手ですね。西投手、6回投げて97球、4安打5三振、3フォアボール1失点と、いや、ほんまにね、素晴らしいとしか言いようないですね。まあ、あのー、一言言うなら、やっぱりフォアボールがもったいなかったなと。まあ、特別ね、その、ファーまあね、1失点食らったところをフォアボールからっていう、まあ、アウトのフォアボールからだったかな、おそらく。えー、まあ、そこが若干もったいなかったとは思うんですけど、まあ、それでもね、その開幕戦ですごく緊張して、 してる中え丁寧に丁寧に丁寧にやったっていうところを考えれば3ファーブル全然ねえ多くないしえ本当に素晴らしいピッチングでした。 ねえー、残念ながら勝ち星はつけられなかったですけど、えー、それでもね、えー、次回の登板、えー、期待しておりますと。はい、続いては岩崎投手ですね。1回投げて25球、3安打1三振、1ファーボール2失点と、うーん、まあホームラン食らってしまってというかね、まあ非常にもったいなかったというべきなのかっていうふうには思うんですけども、でもまああれ打たれたしゃーないよ。<laughs> 若干ボールが高い、うん。ベルトよりちょっと上ぐらいだったんで、じゃ 若干ボールは高かったですけど、インコースの、で、岩崎選手のストレートってなったら、まあ、あれをよくもまあ、あんなうまく打って、で、スタンドまで放り込んだ吉川選手がすごかったとしか言いようがない。まあ、若干ね、その抜け球というか、まあ、きく抜けたボールもありましたし、なんかスライダーも若干抜けてるボールはあったんですけども、でもね、基本的にはボールそこまで悪くなかったですし、もうこれは打った相手がすごかったとしか言いようないです。 はい、えー、続いてはエドワーズ投手ですね。1回投げて14球1安打、えー、無失点ですね。えー、っと、ま、あ岩崎投手が、ま、あしっかりゼロで抑えてたら、ま、あスワレス、藤川っていう感じになってたんでしょうけど、ま、あスワレス選手をね、まあ、一応勝ちパターンの投手を出す必要がなくなって、 ててししままったたんで、えー、エドワーズ選手を出してみた、まあ僕は谷川選手かなって思ったんですけど、まあまあエドワーズ選手出てきて、まあしっかり投げてくれたんでね、かったんじゃないかなと思っておりますと。まあさっきも言いましたけど、そのパーラ選手のボールはしっかり自分で取って、自分でファーストに投げて、しっかりアウトを取ってほしかったなという感じですね。まあエラーはつかなかったですけどね。はい、えー、本日はですね、えー、阪神 VS 巨人の、えー、開幕戦について語らせていただきましたと。 いやーね、もうね、その西選手がさ、もうめっちゃさ、投打に、もうすごい活躍をしてくれたんで、もうこれはね、もう開幕戦で勝ち星を、なんか巨人に勝ったことないっていう感じでしたよ、西選手。だからね、もう勝ち星をつけてあげさせたかったんですけど、まあまあ、そんなに簡単にはいかへんよな。やっぱり巨人も強かった。うん。 えー、開幕戦ね、まあ、どちらのチームもすごく緊張してたでしょう。まあ、いろんなことありましたからね。えー、その中でね、まあ、どっちが勝ってもすごく面白い試合だったんで、まあ、明日は、ま、さすがに阪神勝たせてもらいますけど、でも、本当に面白い試合。まあ、あ野球がね、始まってくれてよかったなと思っておりますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。